6月27日の運動地区通信をお送りしています。大量移住の新しい波が始まった。今日1回目です。豊かな世界の経済にとって何を意味するのか、今日1回目です。これはですね、先進国の外国生まれの人口ですね、で昨年度に比べてで22年はこれはだから昨年より 4% も増えてるっていうことで、今ではだいたい 2% からぐらいだったのが倍になってるってことですね。昨年は120万人が英国に移住し、ほぼ間違いなく史上最多となった。オーストラリアへの準移民、つまり移民から移住者を差し引いたものはコロナ以前の2倍の割合になっている。スペインは最近同様の数字が史上最高を記録した。今年は140万人近くがアメリカに移住すると予想されており、パンデミック前に比べて3分の1増加している。2022年カナダへの準移動はそれまでの記録の2倍以上、ドイツでは2015年の移民危機の時よりもさらに高くなった。豊かな世界は移民ブームの真っ只中にあり、外国生まれの人口は歴史上のどの時点よりも急速に増加している。これはさっきのグラフですね。これは世界経済にとってどのような意味を持つのか。少し前までは多くの裕福な国々が大量移民に対して決定的な反対を表明したかのように思われた。それに続くポピュリズムの世界的な波の中で、オーストラリアからハンガリーまでの政治家が移民の取り締まりを約束した。そしてコロナは国境を閉ざした。人々が帰国を決めたため移民は停止し、あるいは逆行した。2019年から2021年の間に通常多くの移民を受け入れる国であるクウェートとシンガポールの人口は 4% 減少した。2021年には1940年代以降初めてオーストラリアからの移住者数が同国への移住者数を上回った。ということで、昨年は120万人がイギリスに移住し、最多、一番多かった、多くなった。オーストラリアもコロナ前の2倍の割合になって増えて、スペインも史上最高の数値を記録している。でアメリカは今年は140万人近くが移住してくるだろうということで、パンデミックの以前に比べて3分の1増加しているということですね。カナダはそれまでの記録の2倍以上、昨年はね。ドイツでは2015年の移民危機よりも多くなったということで、急速に先進国では増加しているということですね。少し前までは移民に対して反対する流れだったわけですよね。でポピュリズムがそうですし、オーストラリアからハンガリーまで移民を取り締まってたわけですね。でコロナによってその国はみんな閉ざしたわけですけども、それが人々が帰国を決めるため移民は停止して、2019年から2021年の間にはクウェートとシンガポールでさえ人口が減少していると。ところが2021年にはオーストラリアからの移住者数が同国の移住者数を上回ったと。だから2021年は減ったわけですね。これは要するに2022年はもう各国、特に外国人を受け入れている数の多いところは移住者が最高記録を記録していたんですね。でそれまではですね、移民に対してオーストラリアとハンガリーはですね、取り締まるポピュリズムがこの世界に蔓延してて、反対して、でコロナで国が閉ざされたわけですけども、顕著なのは例えばクウェートとシンガポールなんか人口が減少したりしたんですね。ところがそれが22年になって、大逆転しているということですね。